はい、どうもこんにちは、こんばんは。年明け早々動画投稿にアクシデントが発生しているテドです。よろしくお願いいたします。ため撮りしていたデータをですね、誤って消してしまったためにしばらくはね、動画頻度がちょっと落ちるかもしれないんですけれども、申し訳ございません。代わりといってはなんですけれども、生放送を増やそうかなと思っておりますので、それでご容赦いただけたらなと思います。それでは第13回ラジオを始めていこうと思います。今回はですね、記念日というものをテーマにお話ししようかなと思います。皆さん、自分だけにしかない記念日っていうのを持っているでしょうか？誕生日だとか結婚記念日だとか、そういった記念日っていうものはたくさんありますけれども、それってまあ言ってしまえば等しくあるものであって、誕生日であれば誰でもあるし、結婚記念日であれば結婚をした方皆さん等しくある記念日だと思うんですけれども、自分だけ、他の人にこの記念日はないだろうっていうような、自分だけの記念日っていうのはやっぱり特別な日になるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さん持ってますか？まあ例えばね、さっき挙げた結婚記念日なんかはもしかしたら自分だけのね特別な日っていう風になるかもしれないんですけれども、あとはね、 YouTube を始めた日とか、まあ僕が一番身近であるって考えたら、この YouTube の動画投稿を始めた日とか、あとは何か達成した日、例を挙げると、チャンネル登録者500人達成した日とか、と動画再生回数何万回突破した日とか、そういうのをね、記念日っていう風にするのであれば、まあ作ろうと思えばいくらでも記念日っていうのは作れると思うんですけれども、その記念日っていうのはまあ自分だけのね記念日なので、他の人からしたら何ともない日なんですよ。仮にね、チャンネル登録者500人達成したんだよねって言ったところでね、第三者からしたら、あ、そうなんだって終わる話じゃないですか。自分からしたら500人も突破して、やったっていう風になるところではあるけれども、相手からしたら、あ、そうなんだって終わっちゃうところなんで、まあまあ他の人からしたらね、何ともない日なんですけれども、本人からしたらやっぱり、それはね、記念の日、大事な日になるんじゃないでしょうか。まあ、それをね、知り合いとか友人とか話をして、みんなで、要はお祝い。今日はこんな日だったね、こんな日だね、っていうふうにお祝いしてもいいですし、もしくはね、自分だけの楽しみとして撮っておくのもいいかもしれません。明日はこういう日なんだみたいなね、だから今日頑張って学校行こうとか仕事しようとかいう風にね、思える動機づけとしてね、記念日っていうのがあってもいいんじゃないでしょうか。ただしですね、テトさんはちょっと違ってて、記念日っていうものを作らないようにしてます。まあなんでかって言われてもちょっと困るんだけど、正直そのチャンネル登録者500人突破しましたっていう日、もうすでに僕覚えてないです正直僕的には過去のことっていうのをあんまり振り返りたくないんですよ。前に進んでいたいと思う人なので、まあ過去のことを振り返るために記念日っていうのをわざわざ作る必要もないんじゃないかなーって、まあ自分的には思うわけですね。例えば YouTube 始めた日、全くもっていつかわかんないです少し前にね、お話しした方と、要は YouTube いつから始めましたかみたいな話になったけれども、自分的には全然わかんなくて、だいたい9月ぐらいかなーって思ってて、一応アカウントの設立の日にち、あとは動画を投稿し始めた、もう1本目の
動画を投稿した日にちを見ると実は6月だったりみたいなことがあって、もう全然覚えてないんですけれども、まあ記念日っていうのを特別に作らないで毎日楽しく楽しく遊んでね、まあ仕事とかもありますけれども、毎日楽しく過ごすっていうことがテトさんのモットーなので、それを守ってやっていけば、まあ記念日というものを設定しなくてもやっていけるんじゃないかなって自分の中では思ってます。さらにはですね、記念日関係でネットの情報をちょっと見てみたら面白いデータがあって、男性と女性の方で記念日というものを気にする割合というのがかなり違ってたんですね。男性が記念日を気にする割合っていうのがだいたい3割ぐらいで、女性が記念日っていうものを気にする方っていうのはだいたい8割ぐらいいるそうです。まあ何人規模のアンケートとかはちょっとわからないんですけど、多分まあ5、600とか1000とか、まあ、それぐらいの単位だと思うんですが、女性の方の方がね、もう明らかに記念日というものを気にするっていう傾向があるみたいです。なのでね、男性の方は女性の方とお付き合いするときにはぜひね気をつけた方がいいところかもしれませんよ。付き合い始めた日もうね、お付き合いを始めた日だとか、あとは何だろう、初めてデートに行った日とかわかんないけどさ、やっぱりいろんなね記念日っていうのを女性の方は気にするそうなんで、例えばそういう日にこちらから向こうから何かしてもらうんじゃなくって、そういえば今日付き合い始めて1ヶ月目だねとか半年だねみたいな感じでこっちから振っていくと、もしかしたら女性の方はキュンときたりするんじゃないでしょうか。というわけで、今回は記念日ということをテーマにお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。こちらのラジオのお題については Twitter の DM にて募集をしております。ぜひテトの Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。同時に動画のチャンネル登録などもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。